アクネ市は、鹿児島県の北西部に位置する市である。アクネ市中心部周辺の空中写真。1975年2月13日撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。西部は東、シナ海に面しており、大島、桑島などの当初が点在する。 高松川川口の市の中心地は平坦であるが、全般的には山林や丘陵となっている。市の北西部は、天草諸島西南の長島と黒の瀬戸を隔てて向き合っており、黒の瀬戸大橋が架橋されている。1954年、中心部にあたる春の一部で、町名設置が行われ、以下の町が発足する。その後も以下の町が発足する。 いずれも春及びその地先からである。エ根の地名は古代より存在した。悪は魚や漁業を意味する言葉、根は岩礁を表し、古くから漁港として栄えてきた土地であるが、平安時代にはエ根院と呼ばれる荘園であった。神崎太郎政権が陰子に任命され、エ根氏を名乗りここを統治する。鎌倉時代には幕根と表記され、エ根氏も幕根氏となる。 千四百五十一年、島津洋区により、アクネと解消され、バクネ市は、島津市の過労となる。定数、十五エージーアクネ大型店コンビニエンスストア、その他小学校、中学校高等学校専門学校アクネ駅、国道四百九十九号周天道の駅、アクネかつては、九州旅客鉄道鹿ゴ島本線が通っており、アクネ駅には、特急列車も発着していたが、 2004年3月13日の九州新幹線の開業により、八代駅川内駅間が JR 九州から分離された。市内に九州新幹線の駅は設置されず、阿久根市内は出水駅と川内駅の中間地点にあるトンネル区間のみであり、もし在来線が廃止された場合鉄道路線の利用ができなくなる。そのため日殺オレンジ鉄道の開業に際しては、 鹿児島県の自治体の中では唯一積極的な立場であったアクネツーリングステーションありがとうございます。